張リコ県は中国の古事屋である。名は、ますます小、字は、古県。古近局、流暢三竿が得意なので、長流暢と称された。祖籍は、儀、進む。出身は陽州。8歳の頃両親が亡くなって、おじに扶養された。1911年、張リコ県は、高齢派の尊称等について古事を学んでいた。1930年代、張リ県は、 上海歩道の甲茂潮さんで仕事をした。1934年、彼は、佐岡西、孔実京と知り合った。そして、佐岡西について古事を学んでいた。1936年、彼は、佐岡西などと蘇州で、今具こと社を成立した。日中戦争が原因で、古事屋がよく使う、海海、道こと弦の製造は中止したなので、 1943年ハリコ県は、ご計略と今ぐこと言を開発した。1956年、ハリコ県は、上海民族楽団を参加し、よく、孫広徳と合奏した。1950年代末、上海音楽学院で古事を伝授し始まった。文化大革命の期間、ハリコ県は学院を離れ、今ぐこと社も廃止した。1980年代、 ハリコ県はまた社しと今ぐこと社の社長に就任し、上海音楽学院に戻った。今日初め、成功竜、リュ県と対明キラは彼の文化生。1988年、ハリコ県が退職し、天津の長子の家で住んでいた。そして、天津音楽学院の客員教授に担当した。1991年、天津の家で病死した。ありがとうございます。